はい、下島の皆さんこんにちは。今日はですね、皆さん大好きフロントアップの、練習をしてみたいと思います。脱下島に向けて頑張りましょう。ではではでは、今日はフロントアップっていうことで、まあもう何回もね、今までフロントアップの動画作ってるんですけど、まあまだね、こう作るといろんな発見とかもあると思うんで、やっていきたいと思います。まずね、やっぱりいつも言うように、これはまあトライアルのフロントアップなんで、腰で引かないで突っ張るで踏むっていう動作のところがやっぱなかなか分かりにくいみたいなんで、その踏みのところにちょっと重点を置いてやっていきたいと思います。やっぱりどうでしょう、みんなね、踏むっていうのがどこやと思います？どこでこうサスペンション縮めたいと思います？この時どう、なんか言ってよ。伸びる時、伸びる時、あのね、サスペンションをまあ縮めるっていう動作なんやけども、ほとんどの、やっぱりできてない人がこの時にサスを縮めたいっていうイメージを持ってる人が多いんですよね、この時で。僕のイメージとしては、ここはもう緩めるだけで、この瞬間にサスを縮める。ここはね、緩めるだけで、この時にサスを、分かります？蹴ってる感がね、こう蹴ってる感、分かります？で、これができるとこの動作、フロントアップの時に前に入っていく動作になりやすいので、で、イメージとして腰を引いても、ほらハンドル動いてないの分かります？ハンドル動いてない。この時に逆に腰を入れると、こうハンドルがこう引けるの分かります？分かる、まあ、そういうイメージですね。ではちょっと極端な例でやってみるんだけど、まあ、これはみんなにやれっていうわけじゃないんやけど、ボディアクションなしでクラッチブレーキとか全部使って、ボディアクション全くなくて、ブレーキングで、前後ブレーキでサスペンションを縮めて、ボトムしたところでクラッチをミートしてます。アクセルもちょっと上げてますね。で、全てのタイミングが合うと、もうほぼ体のアクションなしでもフルにフロントアップすることができます。アクションゼロです。だからこのアクション、極端に言うと、このサポートを踏んでいる時にブレーキングとかで代用できるんですよね。で、フロントアップのコツは、ここは緩めるだけ、緩めて伸びる。全然上がってくれない、うん、こう体が前やとってこと、なぜかは分からないけど、うん、確かにこ
まあ、この辺の方がいいよって言うんやけど、全然上がってくれへん。そろそろ上げるタイミングだな。踏み方アクセルがあったら、いやちょっとその状況を見てないから。じゃあちょっと下々の例を見せてもらいます。あ、クラッチは、はい、あのね、クラッチはね、どうやろう、そのやるやり方にもよるんやけど、なしでまずできるようになる方が、その1個動作を減らせるんでいいんちゃうかなと思うんだよね。あー、はいはい、ちょっともう何回かやってみて。もう一回、もう一回。もうちょっとカメラのアングル入ってないところでやるなって。ともぴょんさん、サスペンションを縮めて引きながら、このタイミングちょっと遅いタイミングでアクセル開いてるんですよね。で、あと前へ行くっていう意識がちょっと強すぎます。体の動きとしては真下真上に伸びる意識の方がいいと思いますね。で、フロントがこう自分のハンドルが自分の方に近づいてくる、そういうイメージになる方がいいです。はい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 、はい、それね、腕で引いてるんですよ、うん、腕で引いてるんですよ。どうなってるかというと、そうで、突っ張ってこうになってない、ハンドル引いてたから、ちょっと反り返るようなイメージ。いやいや、もっともこう行く感じ。腕伸ばしたままでもいい。腰入れてバイクをもっともっと待って、でアクセルもしっかり上げる。そうサスペンションを縮めながらアクセルを開けるみたいなイメージにすると、こうやって軽く浮いてきますね。で、ちょっとね、前へ行く意識が先強いって言ってたんで、まあ、その傾向はまだちょっと治ってないんで、その辺が決まってくるともう少し綺麗になると思います。安定角がどこかっていうと、まあ、要はまくれへんし落ちもせえへんってところだね。要はまくれる練習するんですよ。で、これはね、でもある程度ウィリーができてからの練習でいいと思います。で、上がったところでの余裕は欲しいですよね。
まあ、なんかみんなええー、みたいな感じの顔してるけど。あ、いや、あの乗ってるところがちょっとあのドン引きですわ。さっきみたいに上がりきらんと降りた時が危ないよね。こう前にバイクがいて体降り、だからどこまで行ったら竿立ちやねんっていうところを知っとくと、これね実は斜面でも有効なんですよ。斜面ってまくってくるじゃないですか。その時に平らなところでこういう練習しとくと限界点が分かるんですよ。ほんなら斜面行った時でもこれぐらい以上行ったらもうやばいっていうのが分かるから、割とねこう、ああもうじゃあこれぐらいしとこうっていう判断がつくんですね。でもこんなぐらいの斜面ってどこここで、いやいや、だからうちのから話じゃなくて、ないよね、他にもいろいろありますやん。ないよね、あのぐらいやね、あのぐらいやね。でも今さっきやってたところとかでもゆっくり上がったところから加速してったらやっぱまくってくるから、そういう時にどれ以上行ったらもうこっちへ来るっていうのが分かるからね。確かにな。でウーポンとかダニエルとかしようと思ったらもうこれができひんかったら危ない、はっきり言うと。だからやっぱりウーポンとか練習するときはウィリーはもう並行して絶対練習する方がいい。そういうことです、サンタロウさん。わかりましたか。まあ、僕が言わんでもウィリーばっかり練習してますけどね、サンタロウさんは。まあこの練習はねフェンダーもあるんで、あのまあおすすめはしないですけどね、あんまり。でも小さいから曲がるって。あれやばい。これ柔らかいもん。ベロンベロンだから。ただ竹山さんもフロントが上がりきったところで降りるその余裕は、まあ、多分まだないと思ってたからね。で、まあ、これがある程度こうコントロールできてリアブレーキを踏めるようになると上げて、ダニエルに繋がってくるんで、そのバイクの安定角に対して体がどんだけ動いていけるかみたいな。でイメージとして多分ねめっちゃこう Y 字バランス取ってると思ってるんやけど、ちょっとね僕の感覚ではないんですよね。それはバイクが前も後ろも行かへん場所があってそこに乗ってるって感じ。わかります。それが Y じゃない。そう、まあそうなんやけど、見た目にはそうなんやけど、あのほらセグウェイってありますね、セグウェイ、うん、あんな感じのイメージ。俺またわけのわからんこと言ってるなみたいな。僕も乗ったことないんだけどね。まあ下々のウイリーはこんなもんやということで。